た目も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかも、あちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。え、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。バーバラ、行くよ。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら渦中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に眼神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。これを試してみようか。ふっ、風と共に去れ。お前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがっ。どこに行く。とっ、こいつはどうだ。少しは成長したようだ。おとなしくしやがる。だお前って本当に
くここまで持って。これほどの実力、道理で淑女は君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。捕まえた。こいつはどうだ。消えるんだ。風邪ひくのだけじゃダメだよ。無駄だ。どこを見てる。これお前って本当にせっかちだな。すりつぶすよ。ああ、その剣筋確かに面白い。だがここまでだ。君案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。おとなしくしや。こいつはどうだ。てやっ、これ砕けろ。おとなしくしや。捕
すまんすまん。そろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の件は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それっておそらくね。それが本当なら、さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ。幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ、海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェ湖を襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます。手段があるに決まってるだろ。ああ、禁忌滅却の札、思い出したぞ。ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。
借りたい。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たち、なぜここに。ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔神と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。面白い。さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。これ。
となしくしやがる。はっ、せ、せっと、はっ、静かに。なんだあれ。渦の魔人オセル、その神力だ。我々は知っている。注意して避けろ。準備できたかな。ファデュイが攻撃を早めてますやるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。封じ、元気出してよ。すぐに終わらせる。これで元気を出しておくれ。これって戦力？この光、絶雲の間の時と同じ。うわぁ、ビームファイヤーの衝撃波だ。すごい。面白い。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。ヤシャの名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。早すぎと筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりこれさえ耐えればあとは平気。そうよね。おとなしくしやがる。風と共に去れ。
の辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍玉閣を放棄する。どういう考えで。分かった。旅人、助力を願おう。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。竜也、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから、リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ
3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、でも目が覚めるまで何。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この年の人々に目を向けてほしいと行子も言ったんじゃろ。皆様、この度はありがとうございました。何者だ？千眼軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。お、お、怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。千眼軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、李凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神と李ウェの契約は昔のことじゃ。今はもう、リーウェと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前、わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コウマ大勢。コウマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーウェ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーウェはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。
皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーウェ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は岩王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど岩王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。